何悔しいって。私、お姉ちゃんが真帆さんと暮らすって言い出してやっと分かった。何？お姉ちゃんってレズビアンなんでしょ？お姉ちゃんが男と付き合おうとしないのとか、今までのいろんなこととか全部そういうことなんだって全部分かった。こうなん？違うよ。もう別にお姉ちゃんがそうだとしても、うちらの中に誰もそれを否定する人いないよ。だから違うって言ってんでしょ。なんでそうやっていつもこうじゃん。たまんないで。ごめんごめん。あ、大丈夫天徳。ちょっと、どうして自分が思ってること話したり表現したりするだけで怖くなったり恥ずかしくなったりしなくちゃいけないの？なんで自分がおかしいんだとか思わなくちゃいけないの？母さんがどんな気持ちであんたと暮らしてるかも知らないんでしょ。何も知らないし、知らなくてもしてないんでしょ。大きな声を出さないでください。迷惑ですから。迷惑なのはあんたでしょ。何これ。十分幸せな毎日なのに、みんな、お姉ちゃんってレズビアンなんでしょ。こうなん？ほっといてくれない。私は恋愛もしたくないし、そういう感情もないの。変なのかもしれないけど、それが私だから。無性に腹立ってきてさ。だって名前だ。大変なこともあるけれど、きっとずっと大丈夫。そばかす。